はい、問題文読んでいきます。問いの3、次の文章は電気設備技術基準における高圧または特別高圧の電気機械器具の危険防止に関する記述です。高圧または特別高圧の電気機械器具は亜以外のものが容易に触れる恐れがないように施設しなければならない。はい、こちら取扱者になります。まあ、技術者であっても取扱者でなければ、まあ、触れないようにしてくださいって感じですね。B、高圧または特別高圧の開閉器、遮断器、飛来器その他これらに類する器具であって動作時に異を生じるものは火災の恐れがないよというところで、火災と関連するっていうところは、まあ、アークっていう形になります。アークっていうのは、まあ、絶縁破壊を起こして空気中に放電することですね。それによって火災、引火性のものがあると火災につながります。木製の壁または天井その他の有のものから離して施設しなければならない。可燃性ですね。可燃性のものから離してあげる必要があります。そうすると答え5番に絞れます。続いて、ただし、絵のもので両者の間を隔離した場合はこの限りでない。耐火性ですね。何年生でも燃えてしまう可能性があるからダメですよと。まぁ、ちょっと厳しめに、厳しめというか、まあ、きっちりとした規定になっています。はい、以上で終わります。